今日秋田地方気象台は秋田県で初雪が観測されたと発表がありました。リポートでお送りしていきますと、こちら秋田県からいただいたリポート、岩マムさんからいただいた報告です。大館市のリポートですね。いよいよ白いものが舞い降りてきました。冬に入りましたねといただきました。今日秋田地方気象台は初雪を観測したと発表しました。平年より15日遅く、昨シーズンより4日遅い観測となります。続々と初雪の観測が入ってきております。今日は秋田以外にも青森県でも初雪の便りが届きました。今後より上空の強い寒気が南下することによって、北陸や東北地方も初雪の便りがありそうです。そういった可能性がありますので、今後も最新情報をご確認ください。積雪の可能性もありますので、路面状況の変化にもお気をつけください。詳しい内容はアプリウェザーニュースからもご覧いただけます。